土作り、土作りって俺含めいろんな人がね、盛んに言うんだけれども、じゃあね、この1センチの土、たった1センチだよ、1センチ。この土がね、表土が1センチできるのに何年かかるか、これ知ってますか？ね。おそらく知らない人多いんだと思うんだけども、日本において、日本だよ、日本においてこの1センチができるのに、ね、100年かかると言われてます。外国はもっと遅いらしいけれどもね。日本は、日本の場合は全国平均して 1センチできるのに100年かかる。まあ、南の方が暖かいから微生物も活発に動いて早くできるかもしれない。青森とか、もっと寒い北海道とかになると、寒いから土の出来、微生物の働きが鈍って遅くなって、100年っていうところが200年とかなってるかもしれないけれども、全国平均で1センチの土ができるのに100年かかりますと。日本の場合は。ね。で、この100年かかるんだと。表面のこのたった1センチだよ。これがね、100年かかる大事な貴重な土だっていうことをまず覚えておいてほしいなと。俺思うのね。で、これね、最近ね、SDGs とか言ってソーラーパネルとかいっぱい作るじゃん。当然、そこ、ね、基礎を立てたりなんだりするのに、重機で表面剥いで押しのけて、で、ちょっと崖の方に落として、また場所広げて、みたいな感じでね、表面削いで持っていくじゃん。それ、何センチ掘ってるかは、まあ、わかんないけれども、ね、10センチ、20センチとかね、なっていくと、その10センチ、じゃあ10センチできるのに、ね、100年な、1000年分の歴史を、ガーッと重機で押して、投げてしまってると。まあ投げてるっていうか、そこの場所の整地で足りないとこに慣らしてるのかもしれないけれども、ね、だから100センチになるとこもあるかもしれないけれども、そういうことが日本でいっぱい行われてるわけだよね。SDGs っていう名のもとでね。ちょっともったいなくないかなってさ、1センチ100年の歴史を踏みにじる行為だなって。まあ、これもいろんなね、お金の話とかも、いろいろ事業の話とかもあるんだろうけれどもさ、もったいないなって思うわけさ。で、そして畑をやっててもね、これを例えば化学肥料とか農薬をいっぱい使うと単流化っていう風にして、で、そこを何回も耕すことによって細かくなっていく。で、だんだんサラサラになってって風で飛ぶ。で、この風で飛ぶっていうこともそうだし、水がね、抜けが悪くなって何回も重機とかトラクターで走ることで抜けが悪くなって表面流れると。まあ、1センチの水でね、雨で1センチの土が流れたって言ったら、100年分のその土地で行われた頑張り、努力、時間っていうものが失われていく。風で飛んでいく。1ミリだとしても、1ミリだな、まだ。1センチが、10ミリだから10年分。ね、1ミリ飛んでいけば10年分飛んでいくと。そういうのの繰り返しで、元のね、高さから1メートルも低くなってる畑っていうのは、いくらでも見てきた。ああ、それだけ大事なものが失われていってる。失われてもとりあえず化学肥料とか、牛糞堆肥とか、そういうの入れとけばとりあえず物取れるから、やってこれたけれども、それももう限界だっていうような畑も結構見てきたわけだ。もったいない。本当に。だから、この1センチ、ね、10ミリ、ね、この1センチ10ミリができるのに100年かかるんだと。1ミリできるのに10年、ね、かかるんだよ。っていうのを覚えておいてほしいのね。であれば、それが土が流出しないようにはする方法を考えたり、ね、できるじゃん。で、そういうのを頭に入ってれば、ここにある土を大事にしようっていうような事業をやれると思うんだよね。ソーラーパネルをやるのもいいんだけども、山を切り開いて土を のけてやるんじゃなくて、街中の屋根の上につけるとかね、まあ頭で表現したけどもね、とかそういう風にしてやったらどうなのかなって思うのね。そういう自然のことに関する知識が足りないから、軽んじてしまって、その100年っていう時間を一瞬でさっと、1センチなんてスコップでもパッて取れちゃうぐらいの厚さだよね。ね、これ。だあれをブルドーザーとかタイヤショベルとかでやるとなれば、一瞬で余裕で10センチとか20センチとか削げるわけじゃん。ね。いや、俺重機乗ったことないから分かんないけども、多分すぐ取れると思うんだ。1日でバーっとかなりの面積やれると思うんだけども、そういうふうに自然をないがしろにしているんだと。今の日本はね、世界はね、いうのを覚えてほしいなと。ただね、この放っておいて1センチが100年かかる。けれども、人間の努力によって、
まあ、米ぬかをまく、もみ殻をまく、緑肥を育てる、落ち葉をまく、堆肥作って入れる、動物の力で、そこを踏んだり掘ったりなんだりしてもらう、微生物をいっぱい来てもらう、天敵も害虫も益虫も何もみんないっぱい来てもらうとか、そういうことをやって、まあ、あとは納豆菌とか、乳酸菌とか愛媛愛とか、金ちゃん農法みたいに炭素を多くする、まあ、炭素循環農法と同じだと思ってるけれどもね、その辺とか、自然栽培自然農法、そういういろんな技術を使えばこの1センチを作るのが100年だったところを50年、もしかしたら10年でできるかもしれないっていうね。でこの1センチが100年できる、100年かかるっていうことを思えば、自然農法とか自然栽培に切り替えて2年3年4年とか5年とか、まあ、そのくらいね、収穫量が落ちるけれども、その後上がってくるよっていうのも多分仮定いくと思うんだよね。そのくらい時間かかるんだったら、やっぱり土作りに時間かかって、収穫もね、それまで若干落ちるけれども、その後上がってくるっていうのも理解できると思うんだよ。だから、この1センチに100年かかるっていうことを覚えておいて、それに耐えうるようなやり方でやってほしいなって思うのよね。本当にそれだけ、そこの皆さんの畑ね、まあプランターの人だったらまだ事情は違ってくるけれども、その自分が持ってる畑の表土1センチ10センチっていうのはそれだけの時間をかけてできたものであって、で山に行った場合はそれも人の手が入ってないわけだから、もっとかかってるかもしれないと。そういう貴重なね、表面上綺麗な自然をめでる、アイスっていうのもいいんだけれども、そういう身近なちょこっとした土、足で踏んで歩いてるけれども、その土1センチできるのに100年かかってるんだよっていうことを覚えておいてほしいよね。でみんなも何かあった時さ、畑に友達が来た時とかでも、まあ、例えば子供がいたらね、子供にね、この1センチはね100年かかってるんだってってね、そういうのをね教えてあげてほしいなって。俺もこれ教えてもらったのね。南克幸先生っていう土壌学の、まあ、偉い先生でも引退なさったかな。東京の方に、の息子のところだか娘のところだか行ったか聞いたけどもね。そういう南克幸先生に教えられたの、100年で1センチできるんだと。で、それが写真で写してさ、で、大雨で流れてしまったと。これを見るともう悲しくてと。ね、その100年、200年、2センチなら200年、5センチなら500年っていう時間が、ガバッと流れて失われてしまったと。畑を見てて、ね、さっき喋ったけど細かくなってね、化学肥料の薬使いすぎて、耕しすぎて、細かくなって風で、からっ風で、この時期とか乾燥してるじゃん、関東。で、土が飛んでいく。ね、それで10年、20年が飛んでいくとか、見てるとすごい悲しいって話をしてて、まあ、そっか、そういう風な見方をしてるんだなっていうのを俺は教わったのね。で、そういう見方を皆さんにもしてほしいなって思います。ただ単に、土があって野菜が取れてるんじゃなくて、その裏にはその土ができるには1センチで100年かかってるんだっていうね、まあ生き物たちの自然のドラマがあるんだと。でそれは細かいことをね、例えばこの生き物がこうした、明日こうしたっていうのは土を見ただけではわからないけども、こういうこともあったんだろうなっていうふうに思いを馳せて、でじゃあ今何をしようかな、もみ殻があるから、じゃあもみ殻を堆肥化して2年ぐらい置いてから入れてみようかなとかさ、土水はけが悪いから、じゃあそのまま入れて耕して水はけを良くしてみようとか、米ぬかをまいて微生物のご飯にしようとか、ちょっとねもうちょっと水はけ悪いから直根性の根が深いアルファルファとかソルゴとかトウモロコシでもいいんだけど、そういう根の張るやつを植えて水はけを良くしてみようかなとか、微生物をどんどん呼び込むような環境を草むらにして、生き物の数を、生物性を上げて、それを持っていって化学性とか物理性を良くしようとか、ね、そういう風な発想になってくれればいいなと、ね、化学肥料とかやれば必ず取れるんだけれども、まあそれ生物性は下がっていくし、土がどんどん単粒化していくと、でそれが風で飛んでいく、10年20年の時間が飛んでいくかもしれないっていうことを、そういう目線で見れば土に対して土作りっていうのは多分うまくいくと思うんで、小手先の技術じゃなくて今作ってる土、今ある畑の土、表土、これがどのくらいかかってできてるかっていう、そういう価値を認識して、土作りに当たってほしいなって思います。俺もそういうふうに考えて時々忘れちゃうんだけどね、忙しいとね、時々思い出して、自分の気持ちを引き締めるっていう感じでやってます。
なかなかその視点に立てる人ってはなかなかいないと思うんで、そこを覚えておいてほしいなっていうのが今回の動画でした。まあ、今、青森、まだ、暖冬で雪が少なくてね、雪の除雪の仕事とかもなくて、ちょっとお金の面大変だなって思ってはいるんだけども、だけど、雪がないから農作業できるかなっていう状況でもないんだよね。霜は降りるし、また少し雪降ってきたりとか、だからまだまだちょっとその農作業する動画っていうのは出せないけれども、まあ、こんな感じで動画出していこうかなと思います。あと太ったんで、ちょっとダイエットについて、昔ボクシングやってたんで、そのダイエットも結構ね、やれた人だから、そういう動画も出していこうかなっていうのを考えてます。確定申告昨日終わったんで、ちょっと、スッキリしました。まあ、とりあえず土はね、100年かかるんだよ、1年って、1年じゃない。1センチ作るのに100年かかるんだということを覚えておいてほしいなと思います。